画面切り替えてもらっていいですか。あのでこのカーシー博士の本で外交的な知性というのが出てきます。外交力は人々と巧みで機転の利いた方法で対処する能力です。ここでの起点は具体的な用語としてアーティザン SP の人を説明する際に使用したものでなく、はい、アイデアリスト NF が興味を持ち特に優れた才能を持つこの人間関係のタッチや感受性を表す比喩です、はい、NF の起点は、はい、なんかあの起点が聞いたことを言うねえじゃなくて、はい、嗅ぎ取ってどう接するか、はい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 、っていうタッチだと、はい、この人間関係に対する感受性豊かなアプローチは NF たちに非常に早く、現れるため彼らは人間関係を改善するために自分自身の共感力と人間関係のスキルを活用するために生まれたと、はい、想像されることが誘惑されますと、ん？この想像されたと生まれたと想像されることが誘惑されますっていうのが、まあ、なんとなく受け取ってもらえれば、はいはい、実際 SP たちは SP たちは成長し成熟するにつれて通常戦術的になる、はい、SJ の人たちは、平坦物流的になる、はい、NT の人たちは戦略的になる、はい、が NF の人たちは人々や人材と協力してより外交的になっていく、うん、はいはい、僕これを今仕事にしようとしてますから、はいはい、ずっとそれ言ってる気がしますもんね。言ってますね、はいはい、うちの別の会社というか、まあはい、ちゃんとした社長に言われた時も何がしたいんだって言われて、はい、なんかどういう面になるかみたいな話をして、はい、じゃあやめろって言われたデザイン会社やめろって、はいはい、人間の潜在能力を開発するために可能性を見つけるための彼らの自身の視点を使用し人間関係の対立を調停するために彼らの言葉の達者さを使用しますと、まあ、僕今ここで秋田方氏を解決したいって言ってますから、ね、はい、俺に上に立たせてくれはい、はい、共通の基盤を見つけることを求める彼らの直感力、うん、両側のコミュニケーションを肯定的な方法で解釈する能力、他人の立場に立とうとする能力、はい、そして比喩的な言語を容易に流暢に別のものに変える能力を持つアイデアリスト NF の人たちは人々の態度と行動に影響を与える難しい課題に対するのに適していると、うん、成長させるだけでなく彼らの間違いを解決し困難を平らげ常に周りの人々を啓発し、はい、彼らの間に結束を築くことを目指します、はい、なんか選挙の演説みたいですね、はいはいはい、僕に秋田方氏の上に立たせてください、はい、まあ、政治家向いてそうですよね。解決してみせます、はい、今秋田方氏市長の能力を無駄遣いしてます、はい、今は、はい、もっと彼はできる場があるんです、はい、もったいない、はいはい、でそれを叩く人たち、はい、仮想敵を作って叩く人たち、はい、自分を傷つけてるよ、はい、そっち側にも立った方がいいんじゃないですかでも今あっちが明らかに、はい、何て言うんだろう、多勢ですから、はいはい、多勢を動かした方が早いじゃないですか。多勢を引っ張った方が、あ、なるほどね、はい、でも僕はどうしてもこの、はい、やられてしまった、はい、あの女子プロレスラー側に立ちたいですし、はい、うん、バランスを取りたいんですよね。バランスを今はあっちが強く見えるので、はい、はいはい、まあ、なんとかしたい。そうで強くなりすぎるのも危ないですやんってずっと思ってます、うん、でもそっち側の人はどちらかというと弱い側の人たちだと思うんですよね市長とは違って ついていく人たちね、はい、
そこ問題ですよね。本当はそこなんですよね。わ、はいはい、かりますよ、おっしゃってることは。歯車的 NF は周りを気にしてみんな一緒だよねって手助けして、それで抜け出せないみたいな方向性を感じると。はい、なるほど、抜け出せと言いたい。はい、はい、で僕はそのブラックで勤めてるかもしれないが、はいはいはい、痛みを感じていないし、うん、もっと言うと、はい、社長ってみんなそうじゃんと思ってるんですよ。はい、そうですよね、多分そうですよ、ずっといますもんね。はい、休みなく働いてます、ね、これをやれって言われたら嫌ってなりますけどね。なるほど。で僕は修行だと思ってます。はい、俺社長だしと思ってるので。はい、はい、でそれを周りにって話ですよね。はい、周りにやるのはどうかと。はい、ワタミの社長とかも そんな感じじゃないですか。あれは SJ ですからね。あれは僕は勝手に思ってますけど。はい、で、まあ、ブラックのようブラック、はい、で自分自身そうやって働いてるみたいな。あ、それはだからみんなやれ。それを言っちゃダメだよ。はい、あ、急に今なるほどね、はい、はい、そこで戻ります。はい、ガンジーの初期の弁護士として、まあ、ガンジーは弁護士だった、はい、初期として弁護士の成功はまさにこの種の外交力を示していますと。2人のインドの実業家をついに法廷外での紛争解決に説得した後、ガンジーは内心でにっこり微笑みましたと。私の喜びは計り知れなかった。私は法の真の実践を学んだ。人間の本質の良い側面を見つけ出し人々の心に入ることだ。私は弁護士の真の役割は別れてしまった当事者を結びつけることであると悟ったのです。うん、要は勝ちとかやるんじゃなくて、はい、笑顔で結びつけることだと。はいはいはい、言うまでもなくガンジーの見解は印象的で、独自のアイデアリスト的なものであり法の実践に対するものです。はい、アイデアリストは常に包含、はい、A の内部に B を含む包含、はいはいはい、アイデアリストは常に包含に焦点を当て排除ではなく人々が互いに提供できるものに焦点を当てます。うん、エレノア・ルーズベルトはヒトラーのヨーロッパからの難民団をアメリカ合衆国に歓迎する際、まさにこの包括的な精神で迎えた。包含的な精神なんですかね。うん、私たちアメリカ人はこれが一方的な関係でないことを十分に認識していますっていう引用が使われています。はい、まあ、僕は今日本には難民は入れない方がいいんじゃないのって思ってますけどね。はい、せっかく海があるんだからさまあ日本人目線でってことですよね。これ今日本の、はい、メリット的なものを見て言ってます。はいはいはい、私たちは確かにあなたに家と安息の場所を提供しています。これは先ほどのエレノア・ルーズベルトの例ですかね。はい、しかしあなたは私たちにあなたのスキル、才能、文化を持ち込んでいます。私たちはあなたが私たちの視野を広げ私たちの国を豊かにしてくれて感謝しています。私たちの国はあなたたちのような新しい移民から成り立っています。あ、これはアメリカだから言えるんですね。アメリカだからですよ。はい、おそらくアイデアリストは分裂と差別に非常に深く動揺するために外交的であることが多いと。紛争や論争は彼らを不安定にさせ、争いや議論は彼らを緊張させ、さらには合理的な人々が明確な定義と明確なカテゴリーを強調することさえ彼らにとって対立に見えることがある。あ、これはわかる。はい、この見方の違いを言ってるだけ、はい、でも、はい、喧嘩に見える、はいはいはい、っていうのは、まあ、ここでもやってる気がします。はいはいはい、アイデアリストは宗教的、民族的、政治的、倫理的な区別などすべてを人類の共通の経験に人工的に課すものとみなし、彼らは共有の経験と
普遍的な真実と呼ぶものに焦点を当てることを好む。これもすごいわかります、はい、いやもう法なんてなくてもさ、はい、本来仲良ければいらないもんねみたいな、はいはい、それは似たような才能や可能性を全ての人に投影し違いを最小限に抑えます、うん、NF は自分たちの信じる根底ではみんな一緒、はい、根底ではみんな同じ、はい、この信念が、他のタイプの経験に対する人工的な課せられたものかもしれないと考えることはほとんどありませんと、はい、みんなそうでしょうってそれですかが、はい、多分皆さんは、うん、その種類が、はい、みんなが違うんですよね、はいはい、タイプがあった話、はいはい、あのタイプによって、はい、でもこの人は、はい、本当はその下に、はい、みんな一緒なんでしょ、はいはいはい、っていうのを思っていて、はい、でもカーシーは、はい、そのみんな一緒っていうのが、はい、この人たちのそれと同じものだよっていうことを言ってるんだなって理解しました、はい、僕は違うんだよ僕は違うくてみんなその下にみんな一緒があるんですよ、はいはいはい、って言ってます、はいはい、そう土台でしょ僕の考えみたいなNF 的な考えはみんなの土台にあるわけでしょあるんでしょってことですよね思ってます、はいはい、けどみんなのそこには多分それはないんですよ、はい、みんなそれぞれ戦略だったり戦術だったりみたいなのが土台にあって違う、はい、本当はでそれを作られたもんでしょっていう感覚ってことですよねそう、はい、生存戦略ですよね、はいはい、あるあるそういうの、うん、でも本当はその下にね、はい、仲良くなりたいっていう、はい、ワンネスがあるんですよ、はい、だって神様はさって、はい、もともと一本の木だったんですよって、はい、違うんですかね違うんじゃないですかねなるほど、はい